はい、今日はですね、ここは御徒町、千代田3331千代田アーツという会場に来てます。ペダルサミット噂には聞いてたんですけど、急遽来てみました。今日はいろいろ気になるペダルがありますので、その辺をじっくり見ていっていこうかなと。すごい人でした、さっき言ったので。突撃します。行きましょう。行きましょう。はい、はい、お前すごい人です。すいません、どうやってここでいきなり真正面に知ってるブースが ESP、 お世話になってる ESP エンターテイメント東京。今日はどんな感じなんですか？学生が作ったエフェクターを3点展示で持ってきております。学生が、さんが作ったそうですね。エフェクターファズとこれファズなんですか全部？これだけトレモロとリバーブファズついてる。はい、すごい。内部に手をかざすことでサウンドに変化を加えることができる、はい、ここが開きまして、はあ、ここをしていただくと、はあ、テルミンみたいな感じ、テルミンだ、発信する感じですね。ギタークラフト化、はい、ね、よろしくお願いいたします。そのクラフト化でも教えてたことあるんですよ、ね、今は教えてないんですけど、興味あるか、はい、ぜひよろしくお願いします。クラフト化まで留学よろしくお願いします。オープンキャンパスたくさんやってます。お待ちしております。何の宣伝ですかこれは。ぜひエンターテイメント東京。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいかわいい。マーシャルの冷蔵庫、マーシャル冷蔵庫販売中です。販売中なんですか？販売中。ここ今まだ展示品、展示です。来年くらいには発売できる。来年発売、マーシャルの冷蔵庫今検索中でした。検索中、あの構成書の検査が、構成書の検査中。上が冷凍庫か、両方一緒、冷蔵庫、冷蔵だけ、冷蔵だけ、まあ、海外には冷蔵と冷凍があるんですけど、とりあえず冷蔵だけやって、うまくいったら冷凍と冷蔵がやってやる。これは可愛いですね。マーシャルビールもあるんですね。イギリスのスコットランドのブルワリーで作られているラガービール、クラフトのラガービール、クラフトラガービール、これはもう売ってますね、もう今ね。ありがとうございます。ありがとうございます。シンズミュージックのブースに行きました。代表の鈴木さんです。僕はいつもあのパーフェクトボリュームを3個ぐらい使ってます。ありがとうございます。いつもやってます。リニー、あのベイビー、ね、ベイビーもこの間買いました。ベイビーとハイブリッドとスタンダード。はい、全部。ありがとうございます。いつもお世話になってます。鈴木さん、今回はなんか新しいペダルとかあるんですか？新しいのは、いろいろありますよ。はい。この辺が新しいです。はず。あとこれも。ここベース？これベース用のそのサンマラシってやつのベース用なんですけど、見た感じの通りロシアンカレーの入れ替えできる。こっちはガズが2つと、はい、それからこのフラットドライブがこのねダブルトラブルっていうのがありまして、これの2チャンネルを出したんですけど、はい、それだけではつまらないので。はい、原因の洪水が、原因の洪水、はい、フラットですよ。そうです、洪水、これダブルトラブルってぐらいですから、やっぱりあれですか、あ、まあ、スティービーレボン、そういう感じですね。それの1チャンネル抜き出して、そうそうそう、さらにテキサスフラット、そうそうそう。なるほど、ね、大丈夫、いつも使ってるでしょ俺。はい、ありがとうございます。ではまた、はい、シンズミュージックさんでした。はい、D カスタムアンプリファイアです。代表の兄さんです。そして元教え子の評価です。ここは今日はどんな感じの、今日はあの、空間の浸水機能
真空管の新製品、はい、でこっちが、まあ、チューブスクリーマー開発した田村さん、はいはい、田村さん友達なんですけど、はい、田村さんが作った808クローン、はい、808クローンの音を真空管だけで全く別の回路で、はい、追い込んだんですか。違いがよく分かる。こっちはこっちはまたもうちょっと原因が高い。見た目がすごいいかついですね、これは。今日はこのエフェクターメイン。そうです。アンプもでも普段こういうアンプ作る。はいはいはい、シノーズ。そうですよね、シノーズ人気ですよね。ありがとうございます。オーバードライブディストーションみたいな感じなんですか。そうですね、まあ、そんな感じで、はい、こんな感じでいただけると思います。ぜひ。でこっちは、こっちはまた真空管が入ってた、まあ、こういうバッファーっていう製品があったのを、はい、トーン回路つけて、バッファーにトーン回路がついた。これも中に真空管入ってるんですよ。そこからブラッシュアップして。ありがとうございます。エグゾティックブースに行きました。おなじみすぎる、はい、テッキーさんです。RC が、はい、戻ってきました。戻ってきた、はい、20年の時まで、ね、そんなにあるか。しばらくこれでしたもん。そうですね、こっちですね。こっちか、こっちですね。今現行品ですとこの RC ブースターバージョン2、2チャンネルになって、見た目 もう明らかに違うんですけれど、その当時 その白い筐体のもの、それの中でもこうマイナーチェンジが何回か実はあって、でそれの中でも一番最初の頃のを、なるほど、今回はちょっと復刻しよう。一番最初の状態。そうですね。もちろん当時パーツがちょっと変わってる部分もあるんですけれど、それをもう極力近づけて、はい、結構後の RC ブースターは1チャンネルの時もベースが結構大きかったりしたじゃないですか、はい、スコット・ヘンダーソンのバージョンに合わせて、はい、それじゃないバージョンじゃないバージョンです、はい、最近は売れてます。相変わらず人気です。いいですね。特にやっぱり一番人気はこれですよね。一番人気ディズニーブースター。この動画が上がる頃には僕の動画はこのスーパークリーンとスーパースイートが出たんですけど、ありがとうございます。ミッキーさんでした。ありがとうございます。なるべくアンプの味を生かしたまま、はい、ゲームをちょっとブーストするみたいなイメージ。はい、まあ、オーバードライブ。原因ですね、これ。原因です。これがボリュームで、高音でローカットになってます。ローカット。ローカットって結構珍しいんじゃないですか、エフェクターで。そうですね。こういうペアレント系って結構、ハイが出るじゃないですか。なので、ハイをこうブーストするか、カットする方向にして、はい、逆にこうハイを際立たせるかみたいな。した方がローカット。ローカット。なるほど。これ最近すごい生徒さんがすごい評判いいで売れてるっていうか聞いたんですけどね。売れまくってる。売れまくってる。いやそんなあれですよ、ね。さすが。すごいですね人が。今日さっきも売れてたんじゃないですかこれ。いやさっきもそうなんですよ。先ほど売れてましたから。はい。はい。いやーすごかったね。もう人。久々にこんな人並みに。溺れた。いやー人気あるんだなと思って、なんか嬉しくなりました。なんかこういうの久しぶりで、楽器フェアみたいな、すごい人でした。で、たくさん知らないメーカーもあって、知らない世界をいっぱい知りました。すごい楽しかった。多分これからも続くんじゃないですかね、このイベント。なので、すごくいいイベントだと思います。興味持った方はぜひ来年再来年と足を運んでみてください。メタルサミットでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。